プロレスリングドア2014最後の決戦、ドワフルギフト2014 in ディファ、12月23日3時ゴング。毎年恒例の全試合抽選マッチ、メインイベントに GHC ヘビー級王者丸藤のシングルマッチ、セミファイナルに GHC ジュニアヘビー級王者小峠敦史のシングルマッチ、そしてジュニアタッグ王者剣王大原はじめ組のタッグマッチが決定済み。どんなサプライズカードが実現するのか、それはあなた次第。この日試合前11時30分からは選手参加による餅つき大会、1時からは選手出品のフリーマーケットを開催します。幻のお宝をゲットしよう。イヤーエンドイン後楽園、12月27日土曜日6時ゴング。メインイベントには新日本プロレス第3世代トリオが襲来、丸藤率いるブレイブ軍が迎え撃つ。来年1月10日後楽園ホール大会、小島聡の挑戦を受ける丸藤、2014年最後の戦いを王者として最高の形で締めくくる。セミファイナルは GHC タッグ選手権を睨んだ戦い。今年無敵の快進撃で GHC タッグを守り続け、ベストタッグチームの称号を獲得した弾丸ヤンキースに、昨年のベストタッグチーム TMDK が3度目の挑戦。どっちが真のベストなのか、白黒をつける。クレイジーダイナスティスペルクレイジーと甥のミサディーヤが今年最後のビッグチャンスをもぎ取った。ジュニアタッグ王者長期防具剣王大原はじめの牙城を崩せるか。前哨戦ではマスク剥ぎの屈辱も味わったミサディーヤ、ドア初のベルトダッシュへ、クレイジー一族の怒りは頂点に達している。豪気朴突、飾り気のない実直な男が5番勝負に挑んでいる。第4戦の相手は大日本プロレスの怪物、箱舟ヘビー級の未来のため渾身の真っ向勝負だ。北宮選手と、気持ちと気持ちの戦いを、したいと思います。絶対勝つ。ヤンキー二丁拳銃がまたしても箱舟に殴り込みをかける。タックとは何かというのをね、身をもって勉強させてやりますよ。ハードルが上がってるから大丈夫ですか。大丈夫です。おお、じゃあ自信持っていきますか。行きましょう行きましょう。なぜなら俺たちは強い。井上小川組対谷口森島組、ジュニアヘビーの前哨戦、平柳原田組対石森小峠、全7試合が決定。試合前4時より後楽園展示場にて公開調印式を行います。そしてプロレスリングノアではファンが選ぶ2014年ノアのベストバウト MVP を募集中。結果を27日の試合後に発表。さらに同じく27日の試合後、年末社恩還元企画番号くじ当たるぜ当ててみなを開催。後楽園大会終了後、年末社恩還元企画があります。自分からもぜひ何か出したいと思いますんで、当たるぜ当ててみな。チケットは各プレイガイドにて絶賛発売中。詳しくはノアホームページをご覧ください。2014年最後の大会、皆さんお待ちしてます。そして投票も忘れなく。